金スも可愛い。ただいまマイクのテスト中です。音声。メントスじゃないけど、メントスっぽいのかと思った。本物メントスよ。いや、これで990円よ。安いよ。安い。ね、ちょっと。
ス6500ワン。まあ、600円、700円ぐらいならまあ納得。こっちにも粘土入って、こっちにも粘土咲いてる。じゃあ誰また可愛いからいいんだよ。まあ、これで400円ぐらい下がるのはちょっとどうかな。リース状のキーホルダーかな。じゃん。食べ物シリーズ。すごい輝きだ。ちっちゃい。これは缶バッチ。バッチっていうのは缶バナナ。さあ、何が出るでしょう。あ、チーカーだ。チーカーばっかりやん。可愛いからいいんだよ。チーカーばっかり。じゃあ、よしだな。トゥトゥーン、トゥトゥーン。あ、どっけ。二つあるから口割れ狙いで。はい、ハチワレちゃんな気がするぞ。チーカーさん、なんか私の顔がハチワレちゃんと言っている。トゥトゥーン。クリワン先輩でした。これも可愛いからいいんだよ。でも穏やかな先輩。あ、なんか変なお菓子が入ってる。トウモロコシゼリーや。出た、トウモロコシゼリーだ。美味しくないのかな。トウモロコシゼリー違う。ハチワレちゃんが来そうな予感がするよね。アホってことは、これで落ちないぞ。100円入ってない。100円は安すぎるよね。可愛くないですか。韓国の、まあ、韓国でしか発売されてないいろんな、なんか商品のなんか麺とか飲み物とかも。チーカーでもあったやろ、缶バッジ。あ、そっか、食品ね。でもこれ絶対可愛いよね。コンペイトーだ。コンペイトーです。あ、挟まれてる。なんかでも四角いぞ。あ、これは韓国版よー、かわいい。え、韓国よーって書いてあるのかな。対象年齢3。ん、これはまさかのまた違うか。かぶらなくてよかった。クリマン先輩がまた来ました。あ、クリマン先輩はこれは何だろうか。パッケージも可愛い。とても当たりな気がするよ。ててーん、かわいい。なんか辛そうな麺を食べるウサギ。